撮影の時まで来るお葉松が、樹齢400年のお葉松があったんですけど、中がああいう風に空洞になって、ああ、これで切ったんだ。あの台風が来たら倒れるということで、リンゴ。掘ってあるんですね。掘って顔料を入れてあるね。あの頃東京で死んだ、ね、お母ちゃんのことを思い出すって。ほら、ここは馬早い。ほら、もうまだずっとあります。あるんじゃん。なんとこの手広いわ。ある娘はないか。ロケのとこ。ね、ここでロケ実際やったんだよ。辛い別れを泣いたとさ、リンゴを。じゃあ黒い声での黒い声ばっかり黒いやっぱ台風が来ますからあの軒が深いでしょああほうやね、はい、で要はそこに 雨戸が来る雨だと当てるわけねはいであれがはいリンゴの花びらが風に散ったよな月Oh,
別れを泣いたとさ、リンゴの花びらを風に散ったよな。白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、そっから早咲きのリンゴの花っぽが咲く頃が、おらたちの一番楽しい季節だな。だどもよすごいですね。無情の雨こさくって白い花びらを散らすあの頃東京さんで死んだお母ちゃんのことを思い出すって。270万。ほら電車で行け。ほらこれは64,800円。功労皿も高い。もう恐ろしい高い。娘は泣いたとさ、辛い別れを泣いたとさ、リンゴの花びらの風に散ったよな。よし、それじゃあこっち行きましょう。冷静のね。冷静。あ、ここですか。
無情の雨こさ降って白い花びらを散らす頃、ほら、この頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出すって、ほら、ほら、津軽娘は泣いたとさ、辛い別れを泣いたとさ、うん、oh, oh, oh.